はい、こんにちは、プテさん。こんにちは。実はプテさんに来てもらってます。映ってない、プテさん。もっともっともっと出よう、もっとこっちもっとこっち。こんにちは。はい、こんにちは。というわけで、今日はですね、プテさんと一緒にお店を歩き回りまして、なんと VMAX クライマックスの箱 4.5 箱購入することができました。やったー。意外に買えましたね。いやー、まさかこんなに買えるとは思わなかったよね。もう必死こいてたのにね。はい。いやー、見ました、カード見ました。なんかちょっとね、高そうなのもあったし。そう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 、金額とかもね、うん、僕はあれが欲しいな。ミミッキュ。ミミッキュね。そう、僕はね、もうシンプルにブイズが欲しくて、今回このボックスブイズめっちゃ入ってるんで。あ、そのね、EV が入ってるんですか？ EV シリーズ。 EV シリーズが入ってるんですよ。トレーナーと一緒に映ってる EV シリーズがいっぱい入ってるんで、まあ、EV シリーズだったら嬉しいなと。買ってますもんね、EV シリーズはね。そう、 EV デッキ使ってるんで、うん、EV シリーズをまあ狙いつつちょっと開けていけたらなと思ってます、うん、で 4.5 箱もあるんで、まあ、ちょっと結構早めにパッパッと開けていけたらなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあいきますよ。何が取るか。お、あ、全部光ってるじゃん。え？え、待って、分かんない。全部光ってるのかな。はい、いきます。はい。気温、雷、エネルギー。あ、ああ、一番上だけね。一番上だけ。ポップが光ってる。新しい。ポップが光ってるんだね。うん。はい。影坊主、ガラルジグザグマ、ポアルン、冒険家の派遣。冒険家の派遣いいね。サンダース、やったー。サンダース、アロマ草エネルギー。そして。お、インテレオン当たった。これ、これ欲しいです。これ今日買ったんですよ、僕。単品で買っちゃったよ、インテレオン。そしてヘルガー。うわー、ブラック MV だ。え、待って、シャワーズもいる。え、やった。え、これシャワーズ結構これいいやつわかんないけど。え、光ってますか。え、光ってますよ。あ、ほんとだ。シャワーズ。何レアですか、これ。わかんない、なんか CHR って書いてある。あ、CHR はいいレアなんじゃないですか。いいレアなのかな。 CHR が当たったぞみたいなツイートしてる人いたから。あ、本当に、うん、え、やった。いきなり VS 当たったけど、じゃあ、うん、しかもその半端の5パックから。嬉しい。ブラッキー V はこれ全部イラストは新しいやつなんですかね。ぽいけど、あ、いや、これはね、さっきと一緒一緒かな。そう、ちょっとこの撮る前にね、一戦やってたんですよ。そうこのやつと一緒かね。ちょっとチェックしてみますわ。一緒だね。一緒か。うん、持ってるけど、まあ嬉しいです、うん、ブラッキー好きなんで。まあでもシャワーズの CHR、 これなんていうレアリティなんですかね。分かんない。CHR 当たったのは嬉しいな。やったね。多分ね、 EV ヒーローズとかがね、あのめちゃくちゃ再販されてないから、多分それの分の再販って感じのを含めてこういうの入れてきてるのかな。あ、エネルギー全部光ってんだ、最初の頭に入ってるやつ。あ、確定で頭に入るのか、これ。うん、どんどんいきますよ。はい。モココ、サマヨール、ホーリッポ、タフネスマント、ローズ、スピード雷エネルギー、チェリム、かわいい。かわいい。マスター。お、SR じゃん。なんかちょっと良さそうだな。うん、マスターが出ました、マスター。うん、そして丸役で VMAX 来た。あー、出た。丸役で VMAX 来た。アリアドス、ちょっとキラキラしてるですね。なんかこれ高田さんだか誰かの、そうなんかオリパかなんかでめちゃくちゃずっと出てたやつで、丸役で VMAX、 こっからも出てくるのか。基本悪エネルギーからいきます。いいね、まあ、ここら辺はね、まあ、基本的にノーマルカードなんで、まあ、やっぱりブイズ欲しいんでね。ブイズを、あ、かわいい、この人影見て。ほら、かわいすぎ。持ってくる。そういうの使ってる人ちょっとおしゃれですよね。おしゃれ。ただ光ってるじゃなくて、ちょっとそういうかわいいのよ。かわいい系使いたいね、選択してる人。エルレイド、ツインエネルギー、一撃ウラオス、そしてよくあるデッキのやつだ、ヨノワール。そしてあ、ピカチュウ V だ、やった、かわいい。そしてドーミラーと、そして基本炎エネルギー。なんかツイッターとか見てるとね、みんな結構当たってるじゃん、なんかやったみたいな、うん、わかんないんだけど、パックすべてがレアっていうのがあるらしいですよ。パックすべてがレア入ってる、すべてが CHR っていうのがあるらしい。マジで、うん、引きたいね。あとパックすべて S レアサポートカードっていうのもあるらしいです、うん、へえ。
すげえなそれ、うん、サンダーガラルタチフサグマフリーザー V ガラルフリーザー V OK。 そしてマホイップの CHR だ。え、マホイップの CHR かわいいんだけど。おお、これあれか、 CHR はトレーナーが写ってるんですね。多分そのトレーナーとポケモンが一緒に写ってるカードなんかもね、かわいい。 なんかそういうかわいいやついっぱい使ったデッキとかが、うん、しかもそれでいて強いことがあってほしいな。え、そうね、かわいいですね。1店舗行ったらね、限定5パックですって言われちゃって、うん、プテさんは1箱買えたって言ってたのに、そうそうそう、僕は僕だけ1箱買えたんだけどね、僕だけ 5パックしか買えなくて いじめられちゃったんですけど、30分ぐらいちょっとそう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 合流が遅れちゃった時ですよね、うん、はい、芝ね、ケンタロスいいね。ケンタロスとか昔からのポケモンが出てくると嬉しいな。キングドラもいいね。こい、もうミミッキュ V、 えっ、薄いですか。いや、ダブルレ レア。おはライグロー、いいな、デザインがいいな、かわいいよね。ちょっと画風が違うな。うん、かわいいですね。ミミッキュの V いい当たりました。まあ大体コメント欄で視聴者さんがこれ当たりだよと教えてくれるから、あれだ、バック目、基本鋼エネルギー。昔鋼なんかなかったからね。コクーン、うん、ガラルバリコール、ミカルゲー、ミカルゲーもいいな。マスター出た、これあのマホイップの、マホイップのやつ、うん、ハンターグローブ、はいはいはい、アリアドス、ヘルガー、さっき出たね、ヘルガー、あ、インテレオン、あらあらあら、こんな出るんだインテレオン。あ、連撃ウラオスだ、嬉しいですね。そしてガラルバリアードと、うん、はい、なんかこれ 100% 光ってるのが入ってるんですかね。うん、多分ね、3枚ぐらいはね、あの前回僕あれを引いて開けたんですよ、シャイニースター V の方を開けたんですけど、そっちもね3枚ぐらいは光ってました。うん、今回はでも必ず頭にエネルギーのね光ってるやつが出ますね、うん、嬉しい。あ、出てんね、かわいい。ポワル、雪雲の姿、雪かぶり、雪目の子かわいいんだよね。ユーリ、なんかユーリも結構なんか高かったよね、 SR ね、Sレアユーリ高かった。うーん、まあ当たりなんでしょうね。ホラーエスパネル、あ、チェリム、ヨノワール、ほい、わ、ピカチュウ VMAX だった。あれ、これなんかさっきちょっとレアじゃなかったでしょ。これめちゃくちゃレアだった気がするよ、ピカチュウ VMAX。 あ、そしてユーリのキラキラ、雷エネルギー、まあ、ガンガンいっちゃいますよ。うん、はい、レゴムシ、ガラルバリアード、コルニの気合、普通の釣り竿、魔法イップ、あ、かわいい、この魔法イップめちゃかわいい、最強、イジエヒウラオス、サンダー、いいね、ハピナス V、 なんかハピナスデッキも強いみたいな。あ、人影の光ってやつ、かわいいやつ引いた、いいな、こっちの方がいいです、さっき光ってるかどうかだよ。基本とエネルギー、はい、サッチムシ、今日でもすごいさ、あの12時、11時ぐらいにさ、あ、ブースターだ、かわいすぎる。かわいすぎる。11時ぐらいにその、まあ、売ってるところに行ったんだけどさ、もうすごい、もうポケカ6箱ぐらいさ、積んで開けてる人たちがいっぱいいた。あ、そうなんだ。デュエルスペースにね、ポケモンカード。流行ってるな。ね、すごいよね。今日平日なんだけど、今日平日なんだけど、何やってんだろうな、仕事休んでやってんだろうな。夜。ガラルタチフサグマ、うん、なんだ、おー、ジュラルドン VMAX だ。これあれだ、あの、ま、魔天、はい、パーフェクトのやつね、パーフェクトのね、あ、魔法イップの光ってるやつも当たった、嬉しい。ジュラルドン VMAX 当たりました。基本アクエネルギー強い、うん、ドーミラ、ガラルジグザグマ、チェリンボ、うねりの奥義、冒険家の発見、冒険家の発見嬉しいね。サンダース、そう、強いっすよ。これ結構デッキとかに入ってるんで、3枚まで、え、強っ。そうそうそう、これ結構ね、あの V ポケ 3枚サーチですか。うん、これなんか単品で買おうとしても結構そのデッキ必須パーツとして金額が高いんだよね。へー、そうそうそう、だから再録されたから多分値段は下がると思うんだけど、まあ、シンプルに強いから嬉しいです。強い、サンダース、キングドラ、あ、ダンデだ、ダンデ当たり、コクバドレックスの V 当たりました。お、魔法イップ2枚目これあれか、コクバとハクバがいるのか。そう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 、ハクバとコクバがいます。やった、魔法イップ2枚目当たりました、かわいいね。基本アクエネルギー、
基本でマークエネルギーとエネルギー関係がねキラキラしてるの嬉しい、うん、嬉しい。これ揃えたい。ビリビリだもん。なんかでもプテさんが言ってた全部パック全部本当なのそれ？いや、わかんないです。もしかしたら箱かもしれない。箱かもしれない。箱かパックかわかんないけど、うん、全部全部っていうのがあるみたいです。それちょっと見たいね。エルレイド。ドータクにオクタン。丸役で V。また来たかお前。くそ。あ、風船のキラキラだ。やったね。うん、風船も強いからね。当てますもんね。うん。基本炎エネルギー。ジメレオン。ジメレオンも買ったんだよ俺。ポアルン太陽の姿シンボラーキバナ。キバナも買ったんだけどな買わなきゃよかったな。これ開けるまで我慢してよかった。何が入ってるか分かんなかったからな。あ、クレセリアだ。クレセリアも好き。いいですね。うん。お、リザードンかっこよ。強そう。めちゃくちゃかっこいい。このリザードン高そう。リザードンのカードって大体高いんだよな。そう、リザードン高いイオルブ VMAX。 そしてガラルジグザグマのキラキラ。はい、基本等エネルギータッツイワンコビードルクララお迎え提灯キャプチャーエネルギー。これも買ったわ。マルマイン来た。マルマインいいねめっちゃ我慢してるみたいになってやれユータン。あ、ニーフィア V だ。これはまあ僕持ってるやつですね。デッキに使ってるやつですね、うん、ホラー超エネルギー。あー、なるほどな。こんなもんなの？もっとちょっともっと取れ、もっと EV 出ていっぱい、まあ、出てるんだけどさ、もっと出て。基本水エネルギー、メリープシードラ。わ、リザードいいね。さっきのリザードと組み合わせられそう。メロンたっぷりバケツイニシエの墓地。これあれやん、さっきこれのこれにプテさんのこのカードにめちゃくちゃ苦しめられました僕。あ、ボスの指令だ。いいね、ボスの指令はありがたい。デッキに冴えるからね、うん、光ってる。しかも光ってる。カビゴンかわいい。来い。アーマーガー。あー、アーマーガー好き。好きなんだ。アーマーガー使ってました僕。ソードファスシールド。お、アップリューのあれや、うん、CHR。 CHR や。いいな、アーマーガー。アーマーガーデッキ作ってるんですか。僕あの鳥、プテラ鳥じゃないですかほぼどれだったら。アップリューもそうじゃん。アップリューもプテラっぽくない？ほら、あ、ほんとだ。なんか鳥デッキ作りたいな。なるほどね、コンセプトの。いや、CHR やっぱいいね。いや、でもこれシャワーズかわいいな、やっぱりめちゃかわ。ペース上げていきます。はい。 EV かわいすぎ。鉄砲魚隊列。あ、ガラルの仲間たちだ。あ、それですね、うん、それの SR がやばかったな。高いんだろうね。効果が強いんだろうね。いや、強いし、なんか元々のやつがなんか限定のあれに入ってるやつなんでね、確かに。あ、嬉しい。サーナイト当たり、僕の中では。お、ジャッジマン。ジャッジマン。ジャッジマン。SR だね。いいですね、ジャッジマン。女子人気がありそう。ホロトック V、確かに。あ、シャワーズだ。なあ、かぶるな。まあ、シャワーズ嬉しいけども、ちょっと違うの欲しいですよね。せっかくだと。違う方欲しいよね。まだまだ僕これまだ1ボックスなんで、うん、はい、あと3あると思えば、あと3ボックスある、ね、希望は全然ある。希望を求めて次のボックスいきます。はい、どんどんいきます。2ボックス目、2ボックス目入りました、はい、基本水エネルギー、まあ、エネルギー系はもうどうでもいいか全部入ってんだよなこれな、うん、石平人ガラルバリアードブースターかわいいね。霧の水晶イニシエの持ち、クソだ。冒険家の発見、ケンタロス、キングドラ。この中並び見たな、何回も。ピカチュウ V、さっき当たったんでしたね、これ。うん、クリムガンのキラキラ。ダブルな。ダブルね。ダブりますね。いっぱいノーマルカードをちょっと横に外させてもらいます。うん、いや、なんかこのなんかさ、カードがさ、どんどん積み重なっていく感じ、懐かしいわ。ポケモンカードってほんと全然買えなかったからさ。で、僕こういう風に買い始めたのは、うん、これが初めてです。あ、本当に？はい、僕はちょっとあのやってたのは高校生とかだったから、はいはいはい、そんなにお金なかなかったから、え、もうそんな風に買えないですよ。もう買いまくってました、ね、そうね、プテさんもねカードゲーム結構ね好きなんだよね。やってました、もうめちゃめちゃ決まってやってましたね。アプリとかでね、そう、アプリつながりで、はい、僕とプテさんは結構。あ、これやっぱ可愛いね。そう、そうなんですよ。メイヤさんのね、昔実況したやつを僕はそう見てくれてたみたいで、そ
それはカードゲームカードゲームあれだったからね。ダンでんっこい、あーニンフィアブイ、んっこいてんねん。あ、ジュペッタ、なんですかそれ。 CSR 初めて。じゃ CHR、 ジュペッタ知らない？ゲンガーの前みたいなやつですか。うん、なんか影坊主ってやつから進化する。へえ、かわいいですね。ルビサファにはいなかったな。ルビサファはいないだろうね、うん、あ、いないよね、多分いないいないです。ルビサファとケンタテしかわかんない。なんかブラックホワイトにもいない、まだ多分。僕もよくは知らないんだけど、あ、サンムーンとはなんか、わかんない、うん、ただかわいいね。基本雷エネルギー、ポアル、雨水の姿、モココ、サマヨール、普通の釣り竿。お、一撃エネルギーだ。一撃エネルギーも結構なんか一撃撃、うん、ね、使うよね。コルニの本気、ゼクロン、ゼクロン、え、博士の研究だ、やった。ハカケンエスレアですかそれ。エスレア、ハカケンエスレア高そう。マジ、え、わかんない。ミミッキュの VMAX 当たったよ。ほら、いいな。やった。博士の研究は確かになんか、博士の研究は確かにちょっとなんか女の子だしね。いいかもね。うん、一応スリーブに入れておきます。博士の研究の SR 嬉しい。ミミッキュ VMAX も嬉しい。あとでプテさんとの交換材料にしよう。なんかいいですよ、僕が V's シリーズ当たったら。うん、そう、 V's シリーズ本当欲しいのよ。まあ見てもこのプレイマットからしても僕がどれだけ V's が好きかと。だってここにいるからね。ちょっと待ってね。買っちゃったんでね、僕このリーフィアちゃんとグレーシアちゃんのぬいぐるみをね。僕のドンカラスも混ぜてくださいよ、これ。持ってきたのかよ、ドンカラス。持ってきたのかよ。悪くないだろ、かわいいでしょ。買いましたよ、リーフィア、リーフィア VMAX デッキを作ってる、ね、ちなみにこれ2000円ぐらいしますよ。マジで？博士の研究。博士の研究、いいね。いいなぁ。トレーナーカードのやっぱ女性は高いんだな。女性は高い。デッキに入るしね。うん、確かにね、使えるね。まあ俺はデッキに入れるけどね、こいつは。はい。クリームガン、風船、ジュペッタ、いただきへの雪道、雪目の子、かわいいね。スピア、一撃スピア、ガルルフリーザー V、チェリンボ。サポートカードのレアが S レアなのかな、わかんないんだよね。いや、そこら辺僕 S レア の, あのポケモン当たったことあります。え、何？スイクンです。スイクンに S レアあるんだ。ありました。全然知らない。コメント欄で教えてください。うん、教えてほしい。基本炎エネルギー、僕らも、僕はもう本当に、僕とプテさんは結構その対戦が好き、そうそうそう、カードゲームっていうコンテンツが好きでポケカ行ってるんで、そう、あんまりね、そのレアリティとかについて詳しくないんだよね、うん、あ、コバルオンだ、いいね、この凛とした姿、フーパー、そしてあ、ブラッキー VMAX、 嬉しいけどね。持ってますもんね。持ってる。あ、雪の方だ。雪の王の CHR、 ありがとうございます。基本雷エネルギースタート、ラルトス、かわいい、ポアルン、かわいい、ダクマ、かわいい、うん、モミ、うん、かわいい、うねりの荻、うん、かわいくはない、サンダース、かわいい、カビゴン、かわいい、マルマイン、あ、我慢マルマイン、ね、我慢、マルヤクデブイ、かわいくない、ジメレオン、かわいい、かわいいかどうか。丸役で多いな今日。丸役ではね、いつも多いんだよ、いつもだよこいつは。いきます。基本とエネルギー、かわいくない、メリープ、めちゃかわいい、タッツ、かわいい、ビードル、うん、まあ普通、ローズ、かわいくない、回収ネット、かわいくない、キャプチャーエネルギー、かわいくない、サーナイト、めちゃくちゃかわいい、インテレオン、かわいくない、アクアワドレックス VMAX、 かっこいい、最近注目されているマリー、かわいい、うん、白馬ね、アクアワドレックス、やった、黒馬もさっき取ったしね。基本アクエネルギー、はい、どうぞどうぞ。まっすぐ、まかわいくない、かわいくないって言うと怒られそうだな。雪はみ、初めて見た、かわいいのか。 EV、 クソかわいい。ピオニー、かわいくはない。お祓いグローブ、かわいくない。水の塔、かわいくない。ヘルガ、かわいい、ブルー。チェリム、超かわいい。あ、ニーフィア VMAX だ。めっちゃ当たる。ダブル。コクーン。何の VMAX 持ってないですか？基本炎エネルギー。シンボラ。ミカルゲ。どのぐらいの速度でこれこうやってめくっていくのがいいんだろうね。もうバッパバッパ行った方がいいと思うけど。そうだよ。後ろ3枚がやっぱ高い、注目度高い。確かにね。一撃裏押す。ヨノワール。
あ、ガラルファイヤー V 当たった、やったー。これね、もう一枚探してたんだけど今日なくて、これはめちゃくちゃ嬉しい。たっぷりバケツきた。ガラルファイヤー V は、ね、入れたかったんですか。あ、そうそうそう、これめちゃ強いんで、これはね、デッキに入れるね、カードとして、うん、持っときます。基本超エネルギー、雪かぶり、糸丸、レドブシ、お迎え提灯。ここら辺はもうほんと飛ばして良さそうだな。そしたらサンダー、タチフサグマ、連撃ウラオス、 VMAX 作れそう。連撃、あ、タチフサグマの CHR だ。いいね、かっこいいね。やっぱこのトレーナーと映ってる姿はどんなポケモンでもかっこいいし可愛いし素敵ですね。はい、じゃあ3箱目いきますよ。頼むよ。基本雷エネルギー、うん、サッチムシ、影坊主、バリコール、ローズ、スピード雷エネルギー。あ、でもさ、こういうさ、なんか持ってないカードとかがさ手に入るとさ、自分のデッキの幅が広がるからいいよね、うん、ケンタロス、タチフサグマ、タチフサグマ来すぎ、ま、あ、レミッキ VMAX、 いい、シャワーズ、ね、リミッキ当たってくれたから嬉しいわ。交換のなんかあれが安くなるじゃん、材料になる、2枚あるしってなるじゃん。確かに1枚だったらちょっと渋られるいや、2枚とも交換材料にするよ基本草エネルギー、雪の、はい、クリムガン、石返事、エルレイド、ツインエネルギー、レベルボール、あ、レベルボールもいいっすね。ゼクロム、キングドラ、ガラルサンダー V、 これも結構強いっていうか僕は好き。ミカルゲ、基本炎エネルギー、雪はみ、まっすぐま、サマヨール、クララ、悪の塔、シュールスクラッパー、アプリュー、連撃ウラオス、わあ、ブラッキー VMAX、 これ結構高かったんですよね、一時買った時に。あ、ヤレユータンの CHR ヤレユータン、ああ、ヤレユータンの CHR だ、いいじゃないですか。いや、確かにさっき使ってましたよね、うん、これ1枚ペン差しで入ってるんだけど、うん、ただね、あれなんですよね、あのデッキもさ C が入ってるから、あ、1月から使えなくなっちゃうんですよ。ああ、でもこれ D か、そうそう、まあ、あのデッキ自体が C、 なるほど、ね、そうそう、 C 採用してるからってことですね。かまどをね使ってしまってるから、主軸のカードなんですね。そうそう、あれがないときついんだよね。だからあのデッキはちょっと崩して、うん、組み直すときに、ニンフィアのデッキ、ニンフィア軸とブラッキー軸で分けて作るしかないかなって感じかな。なるほど。芝、ヤマビコホーン、どうだっけ、モスのザマゼンタ V、 来た、ザマゼンタ V、 風船、うん、くぅ、頼む、頼むね、 EV さん、 EV さん、 EV さん、お願いします、 EV さん。まあ、EV 当たってんだけどね、ブラッキー VMAX とかさ、そうじゃないんだよ、俺が欲しいのは CHR なのよ。ダークマ、カジッチュ、メッソ、メッソも買ったんだけどな、さっき、だけの雪道、キルリア、ルリーナ、クレセリア、ヤレユータン、そして丸役で V、 うん、レドムシ、渋いね、渋いね、いきます。基本超エネルギー、ヨマワル、ジグザグマ、雪わらし、風船、電撃エネルギー、お、あ、ん、あ、お、あ、モルペコだ、出ちゃった、右です、それ、あ、左かこれなんすか、 V ユニオン、これ何、何これ、どうやって使うの、 V ユニオンルール、ポケモン V ユニオンが気絶したとき相手はサイドを3枚取る、うん、なるほど、こういうカードもあるんですね、モルペコ、うーん、おー、まあでも嬉しいね、モルペコも可愛いから、うん、可愛いし、ね、しかもその後ろにタイレーツのね CHR があのこっそりと入ってたんで嬉しいです。まあそんな感じで、これ1枚じゃ何の 何が何だか分かんねえよな4枚1枚じゃ使えないんですかね、使えないんじゃない、でむしろ使えんのかな、これわかんないです、それに運べるのがよくわかんない、うん、まあ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 、うん、珍しいものが当たったということで、いいね、うん、基本草エネルギー4枚セットで入ってるんだね、確かにあれ1枚ずつ入ってたら結構だるいもんな、うん、は
あれ1枚だけですか。ポケモン親切ですよね、その進化前が同じパック入ってたりとかするから。あー確かに優しいよね。刺激エネルギーフーパオクタンジュラルドン V マックス、ね、ホラー超エネルギー、はい、基本ハムエネルギー、あラルトス、ジメレオン、ジメレオンもさっき買ったんや。ポアルン太陽の姿、メイヤパック開封の姿、活力の壺ありがとうす、ルガルガン、あボスの指令、これは嬉しい、ザシアン V、いいですね。ザシアンもなんか確かデッキは強いんですよ、ね。ザシアン、ザマゼンタ使い方わかんねえな。アップリューだ。またか。アップリュー。おー、ブイズ頼むよ、ブラッキー。どこ行っちまったんだよ。メイヤさんは、はい、そのブイズ好きだけど、はい、ブイズじゃない、メイヤさんっぽいポケモンを探したいですね。僕っぽいポケモン？そう。いやもう、そりゃもう、どう考えても、あれでしょう。ストライクでしょ。あははは。ストライクやな。わかんない。僕でもあのエルフーンが一番好きなんですよ。あ好きなんだ、ね。一番好きなポケモンはエルフーンなんだよね。いやでもかけ離れてる。あ、セロラの予感、これ可愛いね。ストライクとかけ離れてる。穴抜けの紐、穴抜けの紐も嬉しいね。うん、デッキに使えるからね。ヒート炎エネルギー。あ、リザードンかっこいいやつ。カビゴン可愛いやつ。あ、ガラルファイヤー V、3枚目。もうそんないらんよ。そうだね。まあでもこれ結構ね、実はね。まあ、でも今多分値段下がったんだ、下がると思うんだけど、これ昔もともとはね単品で買おうとすると1000円ぐらいはしましたね。デッキ揃えるために買った時はそのぐらいかかった。基本雷エネルギー、ビードル、メリープ、シードラ、キバーナ、ハンターグローブ、パワフル無色エネルギー、マルマイン。あ、ガロの仲間たちだ。ええ、おめでとう。これいいんだっけ。めちゃめちゃ一番当たりですよ。マジ買取1万円ですよ。やったマジで倍か2万ぐらいするんじゃないですか。そんなしないか、1万5千ぐらいする。まあでもまあ嬉しいね。すごい、ガロの子たち光りました。やった、 SR、 え嬉しい、一番当たりじゃないですか、マジで。そしてあ待って、一撃ウラオス V の CSR も当たった。ええこれなんか違うんだね。 CSR ってのは初めてじゃない。 CHR はあったけど、そう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 、 CSR は高いの。あのさっきピカチュウの CSR があ高いですね。そうです。あじゃあこのパックこのパックやばくない。このパックそんなことあるの、ガラルの仲間たちと一撃ウラオスの CSR が一緒に出てきたけど、やば、そんなことあるんだ。来ましたね、やったぜ。ラスト箱で、いやラスト箱はもう一箱あるんだ。まだあるのかプテさん負けたくて今うずうずしてるんだと思うんだよ、うん、やった、当たった。これは結構でかいね、嬉しい。強い、え一番の当たりですからね。一番なので、それが一番の当たりですよ。あ、そうなんだ。さっき買い取り表見たときに、そう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 。これが一番の当たりだった。マジかよ。え、嬉しいな。よし。当たるんだな、いいな。じゃあ次いきますよ。最終パックいきます、最終パック。はい、じゃあラストボックスいきます。はい。ちょっと2枚は当たんないでくださいよ。2枚当てちゃおうっと。当たんないでほしいな。基本超雷エネルギー。まあ、いや、いいんだよ。俺はもう、そんなことよりも、ブイズの CHR が欲しいのよ。CSR か。雪原、CSR のニンフィアがめちゃくちゃ可愛いんだよね。僕とメイヤさん、箱連チャンで買ってるから、うん、メイヤさんが2個引いちゃったりしたら、僕当たんないじゃんと思っちゃうから。わかる、気持ち、気持ちの問題だね。なんかその連、なんか連発はしてないやろみたいな。気持ちの問題に、ね、ちょっと今へこんでるもん。当てちゃうよ。ブラッキーブイマックスだ。あ、ドータくん。ドータくん可愛いな。ドータくん好き。ドータくんのほら見た目がアホそうで、うん、わかるわかるわ、うん、動かないもんねこいつ。だってもうドータくんの CHR と CHR はなんかシンプルに僕は嬉しい。いきます。基本草エネルギー、雪かぶり、糸丸、糸丸水産。はい、すみませんでしたちょっとあの僕もね今スリーブ入れ替え作業してるからあの拾えないんですよ。そう、拾ってくれ。マルマイン、サーライト、ザマゼンタブイ、そして雪ハミ。雪ハミってポケモン俺初めて見たんだけどさ、うん、何が何だか分かんないんだよねこいつ、うん、まあちょっとキモいよやめろやめろ、怒られるぞ雪ハミファンに。怒られるぞ雪ハミファンに。かわいいです。基本のエネルギーね、まあ、エネルギー系はもういいでしょう。石変人、ガラルバリアード、ブースター、
ラフネスマント、連撃エネルギー、取り使い、あ、インテレオン来た。まあ買ったんですけどね、ヘルガー早くで、お、やった、おー、やっと来た、やっと来た。サンダー V、 サンダースの CHR、 うん、やったー、かっこいいなー。これサンダースはやっぱさ、その後ろのトレーナーが男の子ってのがいいよね。え、それはもうアニメとかで出てきてるんですか？いや、わかんない、アニメは僕知らないんで。誰なんだろうね、なんかシゲルっぽさあるけど全然違うんだろうな多分。でもめちゃくちゃいいっぽいけどな、なんか基本等エネルギー、言わん、こう乗ってきたね。これは2枚目も引いちゃいそうだな。ジグザグマ、レベルボール、カラマネロ、シバ、ジェリム、一撃ウロウス、電撃ウロウス VMAX、スピード雷エネルギーです。基本悪エネルギー、ポワルン、雨水の姿、モココ、サマヨール、穴抜けの紐、ウォッシュ水エネルギー、洗う感じ、マリー、ヨノワール、サンダー、オガルルフリーザー V だ。お、CSR だ。え、さっきそういえば当たったよなと思ったけど、ガラルフリーザー V の CSR、かっこいいね。そして、いいな、あ、ゼクロムの CHR だ。え、かっこよ、かっこよ、これいいね。ゼクロムとガラルフリーザー V はいいよ。へぇー、はぁ、なんか巡ってきたな、来た、ラストスパートで、ラストボックスに。でもこれでプテさんがバカみたいな大当たり下がったら、いや、マジで大当たりしてくれ、結構萎えるけどな。あ、まあでも、まあ、プテさんにはあの交換材料にあるこのミミッキー VMAX が僕はいるんで、まあ、そしたらね、僕はあの V ズたちと交換してもらえれば、いいですよ。さあ行きましょう、ラスト5パック、勝負の5パックです。なんか全部のカードがあってやつ引きてえな、引いてみたかったな、ね、プテさんが引くのをちょっと楽しみにしてよ。ユマワル、たっぷりバケツ、マホイップ、ユーリップ、連撃ウラオス、うわ、レックザ VMAX の UR だ。何それ、ん、レックザ VMAX の UR、 あ、 UR っていうのがあるんですね、はい、ウルトラレアなのかな、読み方が。嬉しいね。アーマーガー、ガルルマッスグマ、まあ僕は可愛いデッキを作りたいんで、基本のエネルギー、人影可愛い、メッソン可愛い、雪の、まあ普通、すごい普通の釣り竿、普通、一撃エネルギー、まあ普通、コルニの気合、まあ普通、ドータ君、モスノを、バシャーモ VMAX、 いいね、かっこいいね、バシャーモ VMAX、 そしてブースト、あ、ブースターのキラキラ嬉しいよ。基本超エネルギー、ラルトス、ポワルン、ダクマ、風船、ジュペッタ、頂きへの雪道、クレセリア、やれユータン、お、ゼラオ ラ結構人気じゃないですか、ゼラオラって。あ、そうなの、へぇ、ゼラオラってなんか人気なの、ポケモンユナイトではクソ人気だったけど。あ、そうなんだ。あれでしたよ、ティア S みたいな。あ、強いんだ、 S ティアポケモンみたいな感じでした、はい、初期の頃。ヘルガーの CHR 当たりました、うん、ヘルガーもね、いいからね。 EV 来てくれ。基本水エネルギー、メリープ、タッツ、ビードル、ヤマビコホーン、アセロラの予感、悪の塔、フーパ、オクタン、一撃ウラオス VMAX、 サマヨール。これが僕の最後のラストパック。まあ実はね、まああれなんですけど、まだ実は、まあ、裏にというか、まだ今日はないんだけど、あ、まあね、うん、また開けられる分があるんだけど、まあ今日は、ね、本日分はね、今日買えた分をね、うん、もう当日に、販売当日に買ってるんで、あ、やってるんで、よし、考えいくぞ。雪はみ、 EV、 ターボパッチ、ツインエネルギー、ルリナ、ルガルガン、オスの指令、ガラルサンダー V からメモリーカプセルか。いや、 V ズはまあまあ、でもまあ嬉しいですね、結構いいのは当たったんじゃないかな。まあ今回僕的に嬉しい、まあ、レックザ VMAX かっこいいし、まあ、フリーザ、ガラルフリーザもね、かっこよくて僕は好きなので嬉しい。
まあ、やっぱまあサンダースですよ。でガラルの仲間たちもね、これ多分結構いいみたいなね。これなんか一撃フランスも多分 CSR だからかなりね、うん、いいんじゃないかな。人気なデッキだし、それの CSR 欲しいっていう人多そうだけど。うんうん。今、まあ、あとは博士の研究かな。博士の研究もやっぱ嬉しい。やっぱシャワーズね。でピカチュウ VMAX もね嬉しいですね。はい、まあ、そんな感じで多分一般的というか、まあ、見て当たりなのはこの2枚とかは当たりなんじゃないですかね。結構ガララの仲間たちと博士の研究は結構サポートカードでね、 SR は結構人気な気がするんで良かったかなと。あとまあシャワーズ、サンダーズは、サンダースは僕の中ではもうめちゃくちゃ嬉しいです、うん、で一撃ウラオス V とスリーザー V とレックザ VMAX、 この3枚もね僕嬉しいんで、まあ僕はめちゃくちゃ嬉しいカードが結構当たりました。あとはねプテさんの解放を見て、これがいいわ、これが欲しい。なんかそんなにめっちゃ強いっていう感じでもないけど、うん、まあ、コレクションのカードなのにデッキに入れたいから僕。あ、なるほどね。逆張ってなんかこれ使ってますよみたいなこれ使うんだ、これデッキに入れたい、まあ、悪くないしね効果的にも。確かに僕はこっちかな、入れるなら、まあ、ハカキンはね、うん、これは絶対入るから、これ全部これにしてできみたいですね、うん、はい、そんな感じで今日はですね、VMAX クライマックスのね箱を 4箱と5パック開けさせていただきました。結果は僕的には満足です。お疲れ様です。プテさんもね一緒に来てくれてありがとうございます。はい、それでは、見てくれた皆さんありがとう。またねー、バイバーイ。